シック、イージーノーマル。FM7 の世界完全に現代感ある。プレステ1でやった時こんなここまで描写されてたっけ、なんか全然覚えてないわ。FF6 ぐらいから機械文明が生まれてきて、7はなんかマコーロとかで機械とかも混ざってたけど、このリメイク見てたらほんまに現代みたいな感じですよ。現代とファンタジーの融合。完全に映画みたいな感じ。一番マコーロ。
ジャンプするよ。止まれ。何者だ。出番だ。四角で剣による攻撃、長押しすると周囲範囲攻撃放つことができます。侵入笑わせる。作戦通り。さすがっすね。さすがっすね。敵の攻撃は R1 ガードかバツ回避でかわしましょう。囲まれると恐れ。恐れ。見せてみろ。ここまで。しかし押しっぱなんですけど、押せるだけですよ。すごく。痛い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 。終わりだ。当然の結果だ。ロッカーとかも地下鉄や。今やったかな。普通の FF7 めちゃくちゃ画面綺麗。ポーションアイテム10個、エーテル1。なんか手りゅう弾新ラボックス見つけたら四角、これポーション、回復しただけやな。でソルジャーが何だってうちらの仲間になるの。その人キャリアを捨てるわけ。名前なんだっけ。元ソルジャーだとよ、うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつか。見た目がいい。クラウドさん頼っていいっすよね。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなくっていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。
金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ、ウェッジ、高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。ポーション欲しいな。いるぞいるぞ、任せた。勝てる相手だ。結構体力減ってる。
泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。追い出されちゃう。観念しろ。こっちのセリフだ。クラウドつくづくかっこいい。三角、アビリティ、モードチェンジ。レイブ移動速くなるが強撃に強化されます。カウンター発動します。強っ。消えろ。もうあった。お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。おっと。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。完全に見られてる。かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ今少しのご猶予。アバランチっていう単語聞き覚えあるな。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。めんどくさいやつやん、こいつ。てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだ。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。
しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。アルバンでダッシュ。当たるとヒートバースト状態にすることができます。
てるぜ。このまま動きを止める。畳みかけろ。やってやる。まだまだ行け。狙うぜ。ガス引きまってる。チャンスは自分で作り出す。もう一度行くぞ。突き崩す。あー、そう待てない。何言ってこの炙り出す。仕上げだ。狙うぞ。刻む。まだだ。うるせえ。オレンジでダウンするのか。あ、そうでした。ダメージも大きく上がります。今だ。仕掛けるぞ。言われるまでもね。全力で潰す。ガツンと頼むぜ。俺が決める。仕掛けだ。終わりだ。まだまだ。ヘイ、お前レベル上がるのかな。ファーストだ。あ、ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。あ、おっと、失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとるぜ。魔航路の中心、あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。近いぞ、近いぞ。魔航でむせ返るぜ。頼られちゃな。ああ、どうだ。はあ、狙うぜ。はあ、どんどんよ。気合い入れてけ。ここまで。どうだ。覚悟はいい。
たら星の中か。すぐに魔航路が吸い上げる。ヒッ！じゃあ。ヒッ！ヒッ！まあ。ここまで。隙を通りだ。よっしゃー！終わりだ！騒ぐほどじゃない。でもそれで、さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。どうした？ん？問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。分からん。二十でいいか。自信あんだろうな。TV ゲージが溜まるまでしかも、まあ、なんだなるほど、確かに効いてるぜ。続けていくぞ。ファイヤーでもいいから次は変わるまで相手に使われてる。だったら、あんたが何かしよう。
鳴るぜ。近づきすぎて自爆する。アリアコア。力。ブロックとかだけで。どうしよう、攻撃してないんかな。気が当たりやすいから AT リゲージ溜まりやすい。狙い撃ちだぜ。
けんだろ。ばっかりやな。連携しよう。俺の見せ場だ。発見だな。痛い痛い痛い。ちょっと休ませろ。痛い痛い痛い。あ、ガードしたいんか。こちらだ。絶対これでいいだっけ。また来るぞ。障害物をうまく使え。また来し。ああ、了解。ポーションガン使いやけど。今だ。待ってて。相手をバーストするとリミットゲージが溜まっていきます。満タンになると強くなるリミット技を圧倒しないのか。あれか、右にクラウドが溜まってる。これね。
ったんじゃない？サソリに連れてる。急げ、脱出だ。ブッジが逃げ道を確保してる。ここで一回制御します。